注目の増田元総務大臣が都知事選への出馬に含みを残しました。出馬の可能性ゼロじゃないという認識でいいですか。いや、そこはお任せをいたします。じゃあ、あの来年要請はない、要請はないということと、それから、まあ、やっぱり出るには相当な覚悟がいるんでですね、固定見た 小池先生はね、崖から飛び降りたっておっしゃったけど、私に言わせるとあれです、やっぱりスカイツリーから飛び降りるぐらいの感じがないとダメだと思う。増田氏は自民党からの要請はないとしながらも、都知事選への出馬について否定しませんでした。